島三島は長崎県五島列島の福江島の南西に位置する有人離島五島市玉の浦地区に属している面積は約5.53平方キロメートルで五島列島の中では10番目に大きな島である複雑なリアス海岸を形成する玉の浦湾の湾口に位置し福江島の最西端に突出する玉の浦半島の西用部 コーラ地区と柳口瀬戸を挟んで200メートルの位置に向かい合う。島内は傾斜地が卓越し、開拓はほとんどなされていない。南北に細長く、西岸は高さ100メートルほどの険しい海色崖が続いている。東岸はリアス海岸をなし、北端の黒瀬先から南の嵐尾先の間に、昼寝ケホ、朝節浦、黒コーラ、岩白などの入り江が連なる。 島の北部に口を開く、浅雪湾や北端の黒瀬先には、九州一帯によく見られる、亜熱帯植物の浜人町が群生し、とりわけ浅雪湾のものはよく繁茂している。同じく北部の昼寝ケホの湾王の傾斜地には、五島列島を北限の自生地とする県指定天然記念物、ヘゴの大木があったが、現在は何らかの原因で倒木となっている。 人口は2011年時点で30人。かつては、東岸の入り江にも民家が点在していたが、現在では、南岸の柳口瀬戸に面した高甲羅集落に集中している。福江島の甲羅集落と隣接し、玉の裏大橋が両集落を結んでいる。島内には、島の人口より、はるかに多い450頭から700頭の九州自家が生息している。 集落の入り口付近には、高校羅園地という小さな公園が整備され、時折鹿の姿を見ることができる。五島列島かつては、玉の浦港から島まで1日五便の都線が往復していたが、1994年に玉の浦大橋が完成し陸路での往来が可能になった。もっとも、柳口瀬戸は非常に浅く、橋が完成する以前にも干潮時には、 島の小学生が歩いて下校していたほどであった。現在は、後藤市の中心部、福江から高校らまで、後藤自動車のバスが橋を渡って運行している。島の北部の山中には、大日如来をかたどった、石像宝塔が一騎鎮座し、昭平22年と刻まれているが、由来は知られていない。日印石の宝塔としては、唯一の資料であり、 石像学的に貴重な遺品とされている。当時の五島列島は日民貿易の中継地であり、東、シナ海一帯には和光も前世を極めていた。江戸時代には福江藩玉の裏係に属しており、1664年の福江領高辻町に島山村、塩釜二十国との記載がある。この塩釜とは塩釜雲城のことで、 福江領56村のうち16村が高いり、されている。原禄国江図にも、存命の記載がある。現在の高校らの島民は、対岸の校らの住民と共に、19世紀初め頃に、大村領西園義半島から来住した、隠れキリシタンの末へと伝えられているが、昭和30年代に、帳りの崩壊に伴って、強派神道の大本教へと、集団回収した。 離島の閉鎖的な地形も手伝って、改修時まで隠れキりしたンの存在は、他の集落に全く知られていなかった。住民の一部は仏教を信仰している。島民の経済は、昭和30年代に農業から漁業にとって変わった。1980年代には出稼ぎによる異性底引き漁業に従事していたほか、かつては新珠養殖も営まれていた。 今日ではもっぱら養殖や一本釣りの漁業によって支えられている。1980年代の調べでは、高校らの住民は、近隣の芝浦、芋地浦などの集落に比べ、開放的で島民及び、島外た地域とのつながりが、比較的強い傾向が示されている。ありがとうございます。